皆さんおはようございます、やしゃまるです。今日も元気にいきましょう。さて今日はですね、以前3本に分けて配信した鬼に関する動画をなんとまるっと1本にまとめた完全版としてお届けします。皆さんは鬼といえばどんなイメージをお持ちでしょうか？角が生えてて赤や青の恐ろしい怪物、それとも桃太郎にやっつけられるあの悪者たちでしょうか？実はですね、この鬼、時代とともにその姿や意味を変えながら私たち日本人の心や社会に深く影響を与えてきたんです。古代の鬼は何だったのか、中世の鬼はどうだったのか、江戸時代を経て現代の鬼がどう変わってきたのか、さらに時の権力者たちが鬼という存在をどのように利用し、そのイメージを操ってきたのか、その変遷を歴史の中でたっぷりと解説していきます。これをですね、一連で見ていただくことで、鬼という存在が実はただの怪物ではなく、もっと深くてもっと魅力的なものだということに気づいてくれるはず。今日の動画はまさに鬼という存在の魅力にとっぷりと疲れる内容となっております。さあ行きましょう。鬼という物語の世界へ、スタートです。鬼、その言葉を聞くとあなたは何を思い浮かべますか？鋭い角、巨大な体、そして恐ろしい表情をした怪物でしょうか？それとも桃太郎の物語に出てくる悪者たちでしょうか？現代の日本文化では、鬼は悪しき力や最悪の象徴として描かれることが多く、豆まきの節分には、鬼は外、福は内と追い払われる存在です。しかし、そんな鬼のイメージはいつ、どのように形で作られたのでしょうか？鬼は最初から悪役だったのでしょうか？この動画では、私たちが知っている鬼のルーツを探りながら、その成り立ちや日本人にとっての意味を解き明かしていきます。鬼という存在は、単なる怪物にとどまらず、古代の人々の恐怖や信仰、自然や異文化との接触を通じて様々な形を持つようになりました。実は、鬼はかつて神聖な力を持つ存在として崇められていたり、異民族との争いの象徴として描かれたりしていたのです。鬼の最古の記述は、飛鳥時代から奈良時代にかけて、日本書紀や出雲国古時に見られます。ここで登場する鬼は、現代の鬼のイメージとは異なり、人々にとって自然現象や社会的な不安を反映している存在でもありました。この動画では、こうした古代の記録をもとに、鬼の誕生と、その編成も追っていきたいと思います。初めて鬼という文字が登場した瞬間、鬼が神に近い存在として崇められていた時代、そしてやがて恐ろしい怪物として語り継がれるようになっていった過程を紐解きます。時代の流れの中で、鬼は神聖と邪悪の境界を行き来し、人々の信仰と生活に深く根付いていきました。今回の動画では、飛鳥時代や奈良時代の記録から始まり、地域に根付く伝承を深掘りしていきます。その過程で、日本人が鬼という存在をどのように捉え、どのように変化させていったのかを見ていきましょう。今回の動画を通じて、鬼の本質に迫るとともに、現代における私たちがなぜ鬼を恐れ、あるいは楽しむのか、その理由が見えてくるはずです。さあ、鬼の誕生を探る旅へ出かけましょう。この旅が終わる頃、あなたは今までと違った視点で鬼を捉え、新たな発見に出会えるでしょう。準備はいいですか？鬼の物語を紐解く旅の始まりです。第2章、鬼という言葉の出現。日本書紀に見る鬼の原型、720年。日本書紀は720年に完成した日本最古の歴史書であり、日本に現存する最初の正史です。この書物は立国史の第一にあたるもので、人類の創生から持統天皇に至るまでの出来事をまとめています。この中で初めて鬼という言葉が誕生することが、日本における鬼の誕生の鍵を握っているとされています。日本書紀における鬼の出で、神代記に見る神々の役割。日本書紀の最初の巻である神代記では神々の時代の物語が語られています。ここで鬼は現在のような恐ろしい怪物としてではなく、神の一種として描かれています。
その象徴的な記述の一つが、高見盗みの神が足晴の中津国へ使者を派遣しようとする場面です。原文はいろんな解釈がありますが、その一つに、その国には蛍のように光り輝く神があり、時には覇気なす悪しき神もいるという解釈があります。この一節における悪しき神の部分に鬼という文字が記されていて、それが鬼の存在につながる初期の形だと言われています。ここでは鬼は悪の化身ではなく、異なる力を持つ神格的存在として表現されています。つまり当時の鬼という概念は、必ずしも邪悪で恐怖をもたらす存在ではなく、神の世界における多様な力を象徴していたと考えられているのです。天皇の葬儀における鬼の登場、斉明天皇の記録。斉明天皇の崩御に関する記述は、斉明記の中でも鬼の存在が人々の不安と結びついて表現されています。斉明天皇は7世紀の女帝であり、当時の混乱する政局の中心にいました。彼女の死後、その葬儀の場面に鬼が登場するという記述が残されています。この鬼の登場は単なる怪物の話ではなく、政治的な混乱や社会不安の象徴として捉えられていたと考えられています。661年、斉明天皇が崩御し、葬儀が行われた際の記述として、鬼ありて、大笠を着て、葬儀に帰り見ると記されています。この場面では、鬼が葬儀の様子をまるで監視しているかのように描かれており、ただの怪異現象としてではなく、葬儀という神聖な儀式に何らかの干渉をしているかのような印象を与えます。鬼が大きな傘を身にまとい、葬儀の場に立つ様子は単に怪異や異形を超え、当時の蘇我氏の亡霊や暗殺された権力者たちの怨念を表現しているのではないかと考える学者もいます。人々は斉明天皇の崩御を機に不安定な政局に影響を感じ、それが鬼の姿になって表現されたのかもしれないのです。斉明天皇の生涯と混乱する政局。斉明天皇の人生は波乱に満ちていました。彼女は男性天皇の一時的なつなぎとして、最初は皇極天皇として即位し、次の男性天皇に皇位を譲りますが、その天皇がすぐに亡くなり、再度斉明天皇として即位し直すという異例の経歴を持っています。さらに、皇極天皇の治世に中富の熊渡と中大兄皇子が関与した一種の変という政変も起きています。この事件で蘇我のゆるかが暗殺され、蘇我氏の勢力が衰退しました。葬儀に登場した鬼が、まるで蘇我氏の怨念であるかのように描かれているのは、蘇我氏が持っていた権力の要因が、まだ人々の心に強く残っていたことを示唆しています。鬼はここで、単に亡霊というより、権力闘争の象徴として表現された可能性も考えられるのです。竜に乗った存在と油の傘の出現。さらに、斉明天皇の再即位の際に、興味深い記述が残されています。彼女が斉明天皇として再び即位したとき、空に竜に乗った不気味な存在が現れ、青い油の傘をかぶっていた、という異様な光景が目撃されたといいます。これもまた、当時の人々が異常事態を目の当たりにし、それを鬼や竜の姿に投影していたことを示唆しています。この油の傘をかぶった竜に乗る存在もまた蘇我氏の亡霊と関連づけて考えられています。斉明天皇の治世に対する不安が鬼という形で表現されていたのです。ここでの鬼の姿は単なる悪霊ではなく政治的な混乱の反映として登場しています。鬼が天皇に害を及ぼす存在へ。こうした記述から斉明天皇の治世における鬼の登場は、天皇の権威に対する脅威や社会不安を象徴する存在として捉えられています。天皇の葬儀や即位に現れる鬼は、国家の混乱を背景に、かつての権力者の怨念や、それに対する人々の不安を映し出しているのです。鬼はこのようにして、神聖な儀式に対しても侵入し得る存在。つまり、国家の秩序を乱す脅威としての役割を担うようになりました。葬儀の場面で鬼が登場したことは、単なる怪異な事件の記録ではなく、天皇という絶対的な権威にも
抗いうる異質な力の象徴だったのです。斉明天皇の葬儀における鬼の意味。斉明天皇の葬儀に登場した鬼の記述は、当時の日本社会における権力の不安定さと社会の混乱を象徴するものでした。鬼は単なる怪物ではなく、祖和氏の亡霊や政治的対立の象徴として人々に認識されていたのです。このように鬼は恐怖を与えた象徴的な存在として、国家や天皇の権威に対する潜在的な脅威を示していたといえます。第3書、出雲国古記に見る地域の鬼伝承、8世紀初頭。これまでお話ししてきたように、鬼という存在は天皇にとっての不吉な兆しや天津波と国津波の敵対といった超常的な現象として描かれてきました。斉明天皇の葬儀の場面では、空に浮かぶ不気味な存在としての鬼が現れ、社会や政治の不安を象徴するものとして描かれてきました。しかし、出雲国古記に登場する鬼は、これまでの鬼のイメージとは異なり、より現実的で、具体的に悪事を働く妖怪のような存在として描かれています。この章では、出雲国古記に記された一つ目鬼という異形の鬼について、その物語を紐解きながら、鬼の新しい側面を探っていきましょう。一つ目鬼の伝説、恐怖が刻まれた村の記憶。出雲国古記は、713年に元明天皇によって、地域ごとの伝承を集めるようにとの命令で作成され、733年に完成した書物です。この地域の古記には、古代日本における地域の神話や伝承がまとめられており、そこに、一つ目鬼という鬼のエピソードが登場します。物語は、とある村の男が山中で畑仕事をしている場面から始まります。そこに突如として一つ目鬼が現れ、男に襲いかかり、彼を食い殺してしまいます。畑に一緒にいた男の両親も鬼に見つかりそうになり、急いで竹やぶに身を隠しました。しかし、息子が鬼に食べられている様子を目撃したお両親は、恐怖に打ち震え、竹の葉をカサカサと鳴らしてしまいます。この物語で特に印象的なのは、鬼に食べられながらも、息子が最後の力を振り絞り、あよ、あよ、と叫んだという描写です。あよという言葉には、動けという意味が込められていたとされ、絶望の中でも生きようとする息子の意志が現れています。この呼びかけが後に、あよという地名の由来となったとされています。この一つ目鬼の伝説は、これまでの抽象的で象徴的な鬼のイメージとは異なり、具体的に人々の命を奪う恐ろしい妖怪として描かれています。斉明天皇の時代に鬼が不吉な存在や社会の不安を象徴していたのに対し、この伝承の一つ目鬼は、人食い鬼という直接的な危険をもたらす存在です。この物語から、鬼の恐怖が身近なものとして感じられ、日常生活に脅威を与えていた様子が浮かび上がります。こうした鬼のイメージは、単に精神的な恐怖を超えて、現実に悪さをする害をなすものへと変化していることがわかります。製鉄との関連、目を失った神と鬼の二重性。興味深いのは、この一つ目鬼の伝説が、出雲地方に根付いているという点です。出雲は、古代から、製鉄技術、たたら製鉄が発展した地域として知られており、鬼の伝承には、この製鉄技術が関連していると考えられています。天の真一つの神との関連。出雲地方には、製鉄を司る天の真一つの神という神様がいます。この神は、一つ目であり、長時間焼きた鉄を見続けたため、視力を失った存在とされています。製鉄は、高温にさらされる過酷な作業であり、多くの職人が目を失うことがありました。この神話は、その現実を反映していると考えられています。また、製鉄作業の中では、足を火傷して足を失う職人も多かったとされ、こうした身体的な損傷が、神話の鬼や神に投影され、物語の中で恐ろしい存在として表現されているのかもしれません。鬼という存在の新しい解釈。この伝承が示唆するのは、鬼と神の境界が曖昧になったことです。天の真一つの神が神聖な存在である一方、一つ目鬼は人を食い殺す
恐ろしい存在として描かれています。この二重性は自然と人間、善と悪の曖昧さを表現しているのかもしれません。また製鉄技術の持つ力と危険を象徴する一つ目鬼は、人々が自然の力を畏怖し、それと同時にそれを生活の一部として受け入れていたことを示しています。こうした鬼の伝承は恐怖と崇敬が存在する日本独自の信仰が見て取れます。第4章、古代中国から日本へ、鬼の伝播とその変容。これまでの話は日本書紀における初めての鬼の登場や、リズモ国古記に記された一つ目鬼の伝説、さらに斉明天皇の葬儀に登場した鬼など、日本独自の鬼の表現についてお話ししてきました。しかし、そもそも鬼という概念は、どこから生まれ、日本にどのように伝わり、受け入れられてきたのでしょうか。ということで、鬼がどのように中国から日本へ伝わり、日本独自の形で変容していったのかを紐解いていきます。鬼の漢字の起源、隠れるものとしての鬼。日本における鬼の漢字の成り立ちは非常に興味深いものです。日本最古の百科事典には、鬼は物に隠れ、形が現れることを欲しない存在として描かれています。これを表現するために、隠れるという漢字が使われ、おぬと呼び、それが次第に鬼の漢字に定着していったとされています。この隠れるのが鬼に変化する過程には、鬼が目に見えない恐怖の存在として人々の心に潜んでいるというニュアンスが含まれていたと考えられています。仏教における鬼の二面性、悪から善への変貌。仏教における鬼は単なる悪霊ではなく、善と悪の両面性を持つ存在として描かれています。仏教が中国から日本に伝来する際、鬼の概念もまた多様な形で紹介されました。その一例が古代インド神話に登場するヤシャの物語です。ヤシャはもともと闇の神であり、仏教と敵対する存在として描かれてきました。しかし、釈迦の強大な力の前に屈し、最終的には仏法に仕える呪護師にへ改心します。このように仏教の教えの中では、鬼は最初は仏法に敵対する存在として登場しながらも、悟りを得て前身として役割を担うようになるという変化が遂げられます。この過程では仏教の慈悲の精神を反映し、どのような存在も正しい道に導かれることで善となる可能性があるという考え方を示しています。鬼と流行病の象徴、伊達天の活躍。仏教における鬼には早い病の象徴としての側面もあります。古代の世界では疫病や薬剤が目に見えない鬼の仕業と考えられ、恐れられていました。こうした鬼を抑え退治したのが仏教の伝説に登場する伊達天です。伊達天は足の速さを誇る神として、鬼を追い詰め薬剤を取り除く存在とされ、こうした伝説を通じて人々は鬼に対する恐怖を和らげ安心を得ようとしました。仏教の世界では鬼は最初は仏法に背く邪悪な存在として描かれていますが、最終的には前身として仏法を支える力へと変化します。このように仏教における鬼は敵対と和解、悪から善への変貌という二面性を備えていることがわかります。日本への伝来、仏教文化とともに根付いた鬼。日本における鬼の概念はこうした中国やインドからの仏教の影響を受けて日本独自の形で発展してきました。中国での鬼はもともと霊魂や亡霊を表すものであったのに対し、日本では鬼はより具体的な妖怪や薬剤の象徴としても描かれるようになりました。また鬼は単なる悪の象徴にとどまらず、神聖な守護者としての役割を担うようになり、こうした二面性は日本独自の鬼信仰へとつながっていきます。変貌する鬼の姿。鬼という存在はもともと霊的な存在として中国から日本に伝わり、その後日本独自の文化や信仰に応じて変貌を遂げてきました。仏教の世界では鬼は最初は邪悪な存在として登場しながらも、改心して前身となる二面性を持ち、人々の生活の中で重要な存在となっていきました。また日本においては鬼は隠れる恐怖の象徴から具体的な妖怪へと発展し、さらに
神聖な守護者としても語られるようになっていったのです。まとめ、古代から続く御神渡りの旅を振り返って、ここまで日本の鬼の誕生と変貌について飛鳥時代から奈良時代にかけての記録を紐解きながら見てきました。これまでのまとめをして鬼に対する時代の流れを見ていきましょう。1、飛鳥時代、6世紀から7世紀、日本書紀における鬼の出土で720年に完成した日本書紀は日本最古の歴史書であり、最初に鬼という概念が登場する。神代記の記述で高火結びの神が死者を派遣する際、光り輝く神と共に、はけなす悪しき神が登場する。この悪しき神は、後に鬼として認識され、当初は邪悪というより、神々の力を象徴する一要素として描かれていた。2、斎明天皇661年、鬼の政治的象徴としての登場。斎明天皇が亡くなった際の葬儀で、鬼ありて、大笠を着て葬式に臨み見る、という記述が登場する。この鬼は単なる妖怪ではなく、蘇我氏の怨霊や政治的混乱を象徴する存在として描かれる。斎明天皇の再即位の際には、竜に乗った不気味な存在が油の傘をかぶり、空に現れるという異様な光景も記録する。これは政治的な不安の投影と解釈される。3、奈良時代、8世紀初頭、出雲国古きに見る一つ目鬼の伝説。733年に完成した出雲国古きには、地域伝承の一つとして、一つ目鬼の物語が記されている。物語では、ある村の男が畑仕事をしている最中に、一つ目鬼に襲われて食べられてしまう。両親は竹で藪に隠れるが、息子は最後の力を振り絞って、あよ、あよ、と叫ぶ。この出来事が村の由来となり、あよ、と呼ばれるようになる。製鉄技術が発展した地域の背景と、視力を失った職人たちの姿が、この鬼の伝承に影響を与えたと考えられている。4. 古代中国からの影響。鬼の漢字の起源と仏教の伝来。日本に伝わった鬼という言葉は、隠れるという意味を持ち、目に見えない恐怖を象徴している。仏教伝来とともに、鬼は仏法と敵対する存在として登場し、特にインドの夜叉がその典型例になる。夜叉は最初、闇の神として仏法に反抗するが、釈迦の力に屈し、最終的には仏法の守護神となる。鬼はまた、流行り病の象徴としても描かれ、これを退治するために登場するのが伊達天である。伊達天は鬼を追い詰め、薬剤を取り除く神として知られる。時代の流れはこのようにまとめることができます。鬼は、最初は神々の世界に登場する異質的な存在として現れ、日本書紀では、神の力と関わり、また、出雲国古きでは、一つ目鬼のように、現実的な恐怖を映し出す存在と姿を変えてきました。さらに、斎明天皇の葬儀に見られる鬼の記録からは、社会や政治の混乱の象徴としての鬼の側面が浮かび上がりました。これらの物語を通じて、日本における鬼の存在が、ただの怪物や妖怪ではなく、神聖の力、自然への畏怖、異文化との葛藤を反映する複雑な象徴であったことが見えてきました。鬼は人々の生活の中で恐怖と崇拝の対象として根付き、時代の変化とともにその役割を変えてきました。また、中国やインドからの仏教の影響により、鬼はただの邪悪の存在ではなく、改心して、前進して仏法に仕えるという新しい二面性も与えました。流行り病の象徴としての鬼が、伊達天によって退治され、仏法の守護者へ変わる姿は、善と悪の境界を超えた存在として鬼を表しています。これまで見てきたように、飛鳥、奈良時代を通じて、鬼は多様な形を持ちながら、社会の中でその存在感を強めてきました。しかし、鬼の物語はここではおりません。次回は、日本にとって鬼の全盛期といえる平安時代に焦点を当てて、鬼のさらなる発展と広がりについて探っていきます。特に平安時代では、鬼は文学の伝承の中に強力な力を持つ怨霊や妖怪として登場し、様々な物語や儀式の中でその存在が描かれてきました。次回は、本尺物語などの書物に見られる鬼の姿を通じて、なぜ平安時代が鬼にとって特別な時代になったのかを明らかにしていきます。
どのようにして鬼が人々の心の中で恐れと畏怖を象徴する存在となっていったのか、ぜひご期待ください。最後までご視聴いただきありがとうございました。もしこの動画が良かったら、いいねボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。第一章、序章、平安時代に広まった鬼と怨霊。皆さん、鬼とは何だと思いますか？ただの恐ろしい怪物？それとも何かもっと深い意味を持つ存在でしょうか？今回はそんな鬼が大きな影響力を持った平安時代の話をしていきます。平安時代といえば、きらびやかな貴族たちの暮らし、いやびやかな文化が思い浮かぶかもしれません。しかし、一歩都の外に出れば、そこは天災、疫病、そして飢餓など、地獄のような現実が広がっていました。そんな不安と混乱の中、人々たちは自分たちの理解を超える災厄を鬼という存在に見立てて、恐れ、語り継ぐようになったのです。鬼という存在が隆盛を極めたのは、まさに平安時代でした。それ以前の奈良時代や飛鳥時代にも、鬼について触れた書物はわずかに存在していましたが、鬼が本格的に語られるようになったのは、この平安時代に入ってからです。天災や疫病に苦しむ人々にとって、鬼という概念は、目に見えない不安や恐怖を象徴するものでした。そして、鬼にまつわる書物や物語が一気に広まっていったのです。しかし、鬼という存在が、ただの恐怖の象徴にとどまらなかったところが、平安時代の興味深い点です。鬼は、目に見えない災厄を表すだけでなく、朝廷内部の権力争いや政治の混乱をも象徴するものとなりました。天皇の位をめぐるごたごたや反体制の者たちも鬼として語られ、討伐されるべき存在とされていったのです。こうして鬼という概念は単なる怪物ではなく、時代の社会情勢や人々の不安を映し出す複雑なシンボルとして多くの角度から捉えられるようになりました。最悪の恐怖を言い表す手段であり、同時に政治的な敵を打つための名目としても使われたのです。鬼とは一体何なのでしょうか？本当に恐ろしい怪物なのか？それとも時代の流れが生み出した象徴的な存在なのか？こうした鬼の物語を紐解くことで、私たちは社会や政治、そして人々の心の中にあった恐怖や希望に触れることができるのかもしれません。この動画では平安時代を中心に鬼という存在がどのように社会の中で広まり、時に忘れ去られ、時に利用されていったのかを深掘りしていきます。単なる怪物退治の物語にとどまらない、鬼の多面的な姿を一緒に見ていきましょう。彼らはどこから来て、なぜ私たちの心の中に残り続けるのでしょうか。この物語を通じて、鬼の真の姿を一緒に見つけていきましょう。第二章、平安時代の社会構造と精神的な背景。平安時代といえば、宮中で和歌を読み、儀式に勤しむ、優美な貴族の生活を思い浮かべる方も多いでしょう。しかし、表向きの華やかさとは裏腹に、当時の社会は深刻な不安が渦巻いていました。貴族たちも完全に安心していたわけではなく、疫病は身分を問わず流行し、政治的な争いも絶えることがありませんでした。災厄や疫病、飢餓に続き、庶民たちは日々の生活に苦しみ、貴族たちもまた自らの運命を憂い、不安と恐怖を抱えていました。そうした状況の中で、人々は目に見えない力の存在を意識し、その力を鬼や怨霊という形で理解しようとしていたのです。目に見えない恐怖への共感。この目に見えない恐怖への共感という感覚は、現代の私たちも共通する部分があります。例えば、新型コロナウイルスが流行した時、私たちも見えないウイルスに対して不安を抱きましたよね。見えないものに脅かされるというのは、古今東西問わず、人々にとって強い恐怖の対象でした。平安時代の人々には、ウイルスという存在を理解する科学知識もありませんでした。病気の原因もわからないまま、家族や友人が次々に倒れ、命を落としていく。そんな状況を想像してみてください。それは私たちの想像を超えるほどの恐怖だったことでしょう。このような極限の恐怖に直面すると、人々は何らかしらの理由を見つけて
納得しようとする心理が働きます。鬼や怨霊という存在を通じて最悪の原因を説明することで少しでも不安を和らげようとしていたのです。鬼と怨霊の誕生。鬼は自然災害や社会の混乱が生んだ象徴的な存在でした。地震や台風、洪水といった自然の猛威や治療のできない疫病はコントロールできない力として人々を脅かしました。これらの災厄を鬼という形にすることで目に見えない恐怖に意味を与えようとしていたのです。同時に怨霊の概念もこうした恐怖から生まれました。怨霊とは無念のうちに亡くなった者の恨みや怒りが現世に災いをもたらすものです。怨霊は災厄の原因とされ、それを鎮めるために儀式が盛んに行われるようになりました。怨霊信仰の起源と須藤天皇の呪い。平安時代の少し前の怨霊信仰の象徴的な例が須藤天皇、またの名を佐原親王の怨霊です。佐原親王は戦争に巻き込まれ、不当に流刑に処される途中で命を落としました。その後彼の怨霊が都に災厄をもたらしたとされ、長岡京が放棄される一因になったと言われています。須藤天皇の怨霊の伝説は当時の社会不安と政治的混乱を映し出しています。無念の死を遂げた者が怨霊として現れ、都に不幸をもたらす。その恐怖が人々の心に深く根付いていったのです。怨霊信仰と社会のつながり。こうして鬼や怨霊は単なる怪物や霊ではなく、当時の社会の混乱や人々の不安の象徴ともなりました。人々は怨霊を鎮めるために祈祷や儀式、寺院の建立に頼り、怨霊信仰は生活の一部として浸透していきます。怨霊信仰は平安時代を象徴する重要な信仰形態となり、人々の心の支えとして機能していったのです。以上が平安時代の社会的背景と鬼・怨霊の誕生、そして怨霊信仰の起源です。次の章では平安時代の怨霊伝説をさらに詳しく掘り下げていきます。第3章、須藤天皇と怨霊伝説。この章では平安時代初期にまつわる鬼の怨霊の登場エピソードを紹介します。まずは先ほど触れた政治的な争いが生んだ強烈な怨霊須藤天皇、またの名を沢田親王の伝説に焦点を当ててお届けします。この事件は奈良時代後半から平安時代にかけての激動の時期に起こったもので、鬼や怨霊の概念が平安時代に浸透する大きな要因の一つとなりました。須藤天皇の怨霊伝説。長岡京の創設がこの物語の始まりです。桓武天皇が新しい都長岡京を作ろうと尽力していた頃、彼の信頼厚い部下であった藤原種継が暗殺されるという事件が起こります。この暗殺事件がその後の悲劇と怨霊伝説の火種となりました。藤原種継は桓武天皇の右腕とも言える存在で、彼の死により天皇は怒りに震え、犯人探しに血なまこになりました。捕らえられたのは大友継人という人物でしたが、事件はそれだけでは終わりませんでした。暗殺の背後で糸を引いていた黒幕として疑われたのは天皇の弟である佐原親王でした。皇太子の地位にあった佐原親王は謀反の疑いをかけられ、皇位継承権を剥奪され幽閉されます。親王は無実を訴え絶食を続けましたが、淡路国に流される途中力尽きて絶命しました。彼の死をめぐっては桓武天皇が自分の息子に好意を継がせるため弟である佐原親王を排除しようとしたという噂が囁かれています。実際のところその真相は今も定かではありませんが、王位をめぐる争いが当時の朝廷を覆っていたのは確かです。しかし佐原親王の死後、朝廷を災厄が襲います。飢餓や疫病が立て続けに発生し、洪水の氾濫や蝦夷の氾濫まで勃発しました。さらに桓武天皇の身内にも不幸が続き、母や皇后が亡くなり、彼が後継者と望んでいた息子も病気がちになりました。当時の占いではこれらの不幸は佐原親王の怨霊の呪いであるとされました。こうして怨霊信仰が人々の心に強く根付くようになり、
怨霊を治めるための儀式や議員の建立が次々と行われるようになりました。長岡京の放棄と平安京への遷都。桓武天皇は相次ぐ不幸と最悪に耐えかね、長岡京を放棄することを決断します。こうして長岡京はわずか10年でその役目を終え、新たに平安京が建設されました。平安京への遷都は単なる都市の移転ではなく、怨霊の恐怖から逃れるための大きな決断でもありました。この遷都によって平安時代が本格的に幕を開けるのです。しかし、佐原親王の呪いの伝説は人々の記憶に強く残り、鬼や怨霊という存在が当時の社会に深く浸透していくことになったのです。須藤天皇の怨霊伝説は、平安時代の人々がいかに目の見えない力を恐れ、それに意味を与えようとしていたのかを教えてくれます。政治的な争いの犠牲者が怨霊として現世に影響を与えるという考えは、単なる迷信ではなく、不安に満ちた時代の人々が心の平穏を求めた結果だったのです。これが須藤天皇の怨霊伝説の全貌です。この事件は怨霊信仰が社会に根付き、平安時代の信仰体系に大きな影響を与えたことを示しているのです。第4章、鬼と怨霊の登場エピソード、日本領域のエピソード。次は日本領域に描かれた鬼のエピソードを紹介します。日本領域は日本最古の説話集の一つであり、平安時代初期に書かれたこの書物には、人々が経験した不思議な出来事や恐怖の象徴としての鬼が多く登場します。当時、人々は薬災や疫病、理解できない現象を鬼という存在を通して語り、その恐怖を和らげようとしていました。日本領域の説明と背景。日本領域は仏教的な考えを伝えるために成立した説話集で、人々は日常の中で体験した不可解な出来事を物語としてまとめています。この中には鬼が薬災の象徴として何度も登場します。鬼たちはただの怪物ではなく、人間の心に住まう恐怖や不安を具現化した存在として描かれ、災いの原因とされました。鬼たちの登場は当時の社会における不安や恐怖を反映しており、それを鎮めるための祈祷や儀式が行われていました。こうした物語からは、人々が鬼をどのように捉え、どのようにその恐怖に立ち向かおうとしていたのかが読み取れます。雷を助けた農夫と力持ちの童子の物語。まず一つ目のエピソードを紹介します。ある農夫が雷神を助け、その恩返しとして男の子を授かります。その子は成長して評判の力持ちとなり、元号寺の雑用係として働くことになりました。しかし、寺では金を守る童子たちが次々と死んでしまうという事件が起こります。力持ちの青年は、これは鬼の仕業だと見抜き、鬼を金付き堂にお誘い込む計画を立てました。そして夜に出現した鬼を見事に金付き堂に追い込み、捕らえることに成功します。青年は鬼の髪を掴んで引き回し、鬼はたまらず逃げ出していきました。地上に残された血痕をたどった先には、かつて犯罪を犯して処罰された男の亡骸があり、その怨霊が鬼となって寺に仇をなしていたことが明らかになったのです。地獄を逃れた男と三人の鬼の物語。次のエピソードは、奈良時代に地獄を抜け出した男の話です。ある男が奇跡的に地獄から逃げ出し、故郷にたどり着きましたが、振り返ると三人の鬼が彼を追ってきます。鬼たちは男を捕らえ、再び地獄に連れ戻そうとしていました。男は冷静に鬼たちに冷えた飯を差し出し、空腹を満たします。さらに、家に牛が2頭いるので、それを差し上げますと懇願し、鬼たちはその申し出を受け入れます。鬼たちは男の代わりに別の人間を身代わりとして捕まえ、男は金剛般若心経を100回唱えることで、鬼たちの杖で100回打たれる一発も逃れました。鬼の物語が伝える教訓。以上が日本領域に描かれた具体的な鬼のエピソードです。こうした物語を通して、当時の人々がどのような恐怖と向き合い、社会の困難の中で安心を求めていたのかが伝わってきます。
私自身、このお話を聞いて感じたことがあります。これは、日本流域という単なる怪異端の集まりではなく、仏教の教えを伝えるための拠点でもあったという点です。物語の中では、仏教の力を借りて鬼と戦ったり、最悪に立ち向かう場面が描かれています。これは、ただ人間が不条理な運命に打ちのめされるだけの存在ではなく、仏教という知恵や信仰を武器にして、見えない厄災や恐怖に立ち向かうことができるという希望を与えてくれているように感じました。このように、意味がわからないことや理解できない現象に対して、人々がただ無力にやられているだけでなく、仏教の力で救われ、抵抗できる道があるというメッセージが込められているのではないでしょうか。恐怖に対して無防備でいることではなく、仏教の教えを通して、その不安に意味を与え、立ち向かう勇気を持てるという希望を感じられました。皆さんはどう感じましたか？次のエピソードでは、今昔物語集から武士たちが活躍する鬼退治伝説を紹介します。ここでは、鬼という存在に立ち向かう新しいヒーローとして、武士たちがどのような物語を発展させていったのかを見ていきます。第5章、今昔物語の鬼退治伝説。次に紹介するのは、今昔物語に描かれた鬼退治の伝説です。平安時代後期になると、武士の台頭に伴い、鬼退治の物語が数多く生まれるようになりました。これらの物語は、単に怪物を倒す話ではなく、武士の力や勇気、忠義を象徴するストーリーとして広く語り継がれてきました。特に不安が渦巻く中、人々は武士たちを新たな英雄として期待し、彼らの活躍が鬼退治の物語を通じて、人々に安心感をもたらしたのです。鬼は山奥に住み、時には人里に災厄をもたらす厄介者として描かれました。それを討伐する武士の物語は、彼らが単なる戦士ではなく、社会の秩序を守る存在であることを象徴するものです。こうした鬼退治の伝説は、武士たちがどのように社会を守り、力を示していったのかを物語っています。今昔物語集、渡辺の綱と鬼。その話の中でも、特に有名なエピソードは、渡辺の綱の鬼退治です。渡辺の綱は、平安時代に活躍した、源頼光の四天王の一人で、その勇敢さで広く知られていました。ある夜、綱が五条橋を渡っていると、美しい女性に声をかけられます。彼女は、道に迷ったふりをし、助けを求めていたのです。しかし、その女性の正体は、鬼でした。綱が油断した瞬間、彼女は恐ろしい鬼の姿に変わり、彼に襲いかかります。綱は驚きながらも、名刀、髭切りを抜き、一瞬の隙をついて、鬼の腕を切り落としました。鬼は腕を切られたまま、愛宕山の方に逃げ去りました。綱は鬼の腕を持ち帰り、それを大切に保管しました。しかし、ある日、彼の養母がその腕を見せてほしいと頼みます。綱は何の疑いもなく腕を渡しましたが、実はその養母の姿に変装していたのは、逃げ去った鬼だったのです。鬼は腕を取り戻すと、再び姿を消してしまいました。この事件は、渡辺の綱の勇気と名声を高めた一方で、鬼の狡猾さと恐ろしさを人々に再認識させるものとなりました。武士の力と鬼退治の象徴。渡辺の綱の物語は、武士の力や勇敢さを象徴する代表的なエピソードです。武士たちは、ただ戦うだけではなく、知恵と勇気を持って社会を守る存在でした。鬼を通して、彼らは力を示し、人々に安心と希望を与えました。このような鬼退治の物語は、平安時代後期の社会が、武士たちに求めた新しい役割を打ち出しています。武士たちは、新しい時代のヒーローとして、人々に受け入れられ、物語の中で、その勇気が称えられ続けました。渡辺の綱の鬼退治伝説は、単なる妖怪退治の物語ではなく、武士が、社会の秩序を守る象徴であることを示しています。このような物語を通じて、人々は鬼に立ち向かう勇気を学び、不安に打ち向かう力を得ていったのです。武士たちは、単に力を誇示するだけではなく、人々を守る存在として、新しい時代の象徴となっていきました。次は、平安時代の鬼伝説の中でも、最も有名な四天王寺の物語を掘り下げていきます。
武士たちがどのようにしてこの伝説的な鬼を討伐し、その名を歴史に刻んだのか、ぜひご覧ください。第6章、鬼と怨霊の登場エピソード、始天当時の伝説。この章では、平安時代最大で最強の鬼とされる始天当時の伝説を紹介します。鬼退治の物語は、武士たちの力を象徴するだけでなく、社会の秩序を守る物語として語り継げられてきました。こうした物語は、平安時代後期に武士が台頭し、彼らが新たなヒーローとして期待される背景を反映しています。始天当時は、美しい女性をさらい、京の都で財宝を奪い、人々を恐怖に陥れた、最も凶悪な鬼として知られています。彼は、大江山を根城にし、部下たちの鬼を率いて、都に災いをもたらしました。朝廷はこの脅威を放置できず、鬼退治の命令を下しました。この鬼退治を命じられたのが、源義満と彼の四天王でした。彼らの一人が、前章でも登場した渡辺の綱です。渡辺の綱は、お嬢橋で鬼の腕を切り落としたエピソードで知られ、すでにその名を轟かせていました。この鬼退治の旅では、他の四天王と共に、再びその勇敢さを発揮することになります。頼光と四天王は、神々から授かった六種を用意し、鬼たちを油断させる作戦を立てました。彼らが大家山にたどり着くと、宴を開いていた四天王子たちにお酒を勧めます。鬼たちは喜んで酒を飲み干し、酔いに任せて眠りにつきました。武士たちは、この隙を逃さず、鬼たちを次々に打ち取ります。四天王子は、最後の力を振り絞って抵抗しますが、頼光の名刀による一撃で、その首を打ち取られました。こうして最強の鬼と恐れられた始天当時は討伐され、都に平和が戻ったのです。鬼退治の象徴と複雑な背景。鬼退治の物語は、単に怪物との戦いを描くだけでなく、平安時代における様々な社会的な側面を反映しています。これまでの章で見てきたように、武士たちは力を示し、人々の安心を守る役割を果たしました。しかし、鬼という存在はもう一つの意味もありました。それは目に見えない恐怖や不安を鬼に投影することで、苦災や不幸を説明するという側面です。さらに、朝廷から見た敵対する組織や反体制の者たちを鬼という形で表現することもありました。一説によれば、始天当時はただの凶悪な鬼ではなく、朝廷に反抗する者たちの集団だったとも言われています。こうした者たちを正当な理由で討つために、彼らを鬼として物語に書き換えたのだという説もあります。また当時、一条天皇は、都で頻発する災害や不幸を鬼や怨霊の仕業だと信じ、占い師である安倍晴明に助言を求めました。安倍晴明は、都での厄災が鬼の仕業であるとし、その解決策として、始天当時のような反体制の集団を討伐する必要があると助言したという説もあります。こうして始天当時は単なる伝説上の鬼ではなく、朝廷に反する者たちを討伐するための象徴って語れるようになったのです。このように、鬼という存在は単なる怪物ではなく、時代や社会の状況に応じて様々な意味を持つようになっていきました。以上が始天当時の討伐伝説です。この物語は、武士たちが社会においてどれほど重要な役割を果たしていたかを示すだけでなく、目に見えない恐怖や不安を鬼に投影し、それに立ち向かう力を象徴するものでした。また、鬼は単なる怪物ではなく、朝廷から見た敵対者を象徴する存在としても利用されていました。始天当時のような存在を討伐することで、朝廷は社会の秩序を保とうとしたのです。平安時代後期になると、鬼という存在は、様々な要素を含むものとして語られることが増え、社会的な役割も多様化していきました。こうした鬼の多面的な性格が、平安時代の鬼伝説の面白さでもあります。次の章では、これらの鬼退治物語の中で、重要な役割を果たしていた、呪術や儀式について掘り下げます。鬼を鎮め、不安を取り除くために行われた儀式は、一体どういったものだったのでしょうか。第7章。呪術・儀式の役割。この章では、平安時代の鬼退治の物語や、社会の中で重要な役割を果たした
呪術と儀式について掘り下げます。鬼や怨霊を単に怪物として恐れるだけでなく、彼らを鎮めたり、厄災を回避するための儀式がどのように機能していたのかを解説します。当時、人々は目に見えない力を恐れ、それを儀式によって封じ込めることを重要視しました。こうした呪術の儀式は、社会全体に安心をもたらすための重要な手段でもありました。平安時代は自然災害や疫病が頻発し、それに対する科学的な理解がまだ不十分な時代でした。そのため、人々は原因がわからない厄災を鬼や怨霊の仕業だと考えるようになります。目に見えない不安を何とかして理解するために、人々は呪術や祈祷、儀式に頼りました。例えば、占いを通じて厄災の原因を探り、祈祷を行うことで鬼や怨霊を鎮めようとしてきました。また、特定の日に儀式を行うことで、鬼の侵入を防ぐといった信仰もありました。このような儀式は、朝廷から村の祭事に至るまで、社会のあらゆる階層で行われてきたのです。呪術や儀式の中でも、特に重要な役割を果たしていたのが、陰陽道です。陰陽師として知られる安倍晴明は、一条天皇に仕え、厄災の原因を占い、解決策を助言する役割を担っていました。安倍晴明は、怨霊や鬼が引き起こす厄災を鎮めるため、儀式や祈祷を行いました。彼の占いによって、都での不幸が鬼の仕業だと断定され、具体的な対策が講じられたこともあります。このように、陰陽師は目に見えない存在と対話し、人々に安心をもたらすための重要な役割を果たしていました。儀式は単に厄災を防ぐための手段ではなく、社会を結びつける役割も果たしていました。神社や寺院で行われる儀式には、多くの人々が参加し、共に祈りを捧げることで、不安を共有し、乗り越える力を得ることができました。例えば、疫病が流行した際には、村全体で祈祷を行い、神や仏の加護を願うことで、人々の団結を強めました。鬼退治の物語でも、武士たちが鬼を討伐した後、勝利を祝う祭りが行われていたとされています。また、こうした儀式は、社会の秩序を維持するための大切な要素だったのです。しかし、こうした呪術や儀式には限界もありました。厄災や不幸の原因を全て鬼や怨霊のせいにすることで、現実的な解決策が遅れることもありました。また、朝廷の力を示すために、敵対する者たちを鬼に仕立て上げることもあったのです。こうした背景から、呪術や儀式が本当に人々を救ったのか、それとも権力者たちの都合のいい道具として利用されたのかという疑問も浮かびます。鬼退治の物語は、単なる英雄譚ではなく、社会の複雑な構造を反映していたのかもしれません。この章では、呪術や儀式がどのようにして人々の不安を鎮め、社会の秩序を維持するために機能していたのかを見てきました。目に見えない力を恐れ、それを鎮めるために行われた儀式は、平安時代の社会において欠かせないものだったのです。しかし、同時にそれが権力者の道具として利用される側面もあったということがわかります。最終章、まとめとエンディング。ここまで平安時代の鬼や怨霊、そしてそれにまつわる伝説や呪術、儀式について解説してきました。まずは鬼が目に見えない恐怖を象徴する存在として登場し、厄災や不幸を説明するために使われました。渡辺の綱のような武士が鬼を退治する物語は、人々に安心感を与え、武士たちの力を象徴するものとして語り継げられてきました。また、四天童子の伝説では、鬼が単なる怪物ではなく、朝廷に反対する集団としての側面を持ち、その討伐が秩序を回復するための象徴として機能したことを見てきました。さらに、呪術や儀式は、人々は不安を和らげるために重要な役割を果たしていましたが、一方でそれが権力者の道具として使われることもありました。こうした鬼の物語は、平安時代の社会構造を映し出し、人々の信仰や価値を反映する複雑なものだったのです。次回は戦国時代における鬼について深掘りしていきます。平安時代の鬼が社会や人々の不安を象徴していった一方、戦国時代には鬼はどのように語られ、どのような存在になっていったのでしょうか。今までとは異なる時代背景の中で鬼がどのような役割を持っていったのか、その謎に迫っていきます。ぜひ
次回もお楽しみに。最後までご視聴いただきありがとうございました。もしこの動画が良かったら、ぜひいいねボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。序章、鬼の変貌、鬼の変石への導入。あなたは鬼と聞いて何を思い浮かべますか？恐怖の象徴、それとも力強さの象徴でしょうか？実はこの鬼という存在が時代を超えてどのように変わっていったのかを知ることで、その時代に生きる人々の考え方や信念が垣間見えるのです。今回は戦国時代から現代にかけて鬼がどのように進化し、その姿が時代ごとにどんな意味を持っていったのかを探っていきたいと思います。この動画を見終える頃には、きっと鬼という存在が、ただの怪物ではなく、その時代の人々の心の内を映し出す鏡のような存在だったことが理解できると思います。鬼は古代日本の伝承や神話に登場する恐ろしい存在として、長い間人々に恐れられてきました。しかし、その鬼が時代ごとにどのように姿を変え、またその変貌が何を意味していたのか。そこにはその時代ごとの社会的背景や人々が何を恐れ、何を尊んできたのかが反映されています。鬼の存在をたどることで、その時代の人々の思想や価値観が浮き彫りになるのです。これまでに飛鳥時代や奈良時代、そして鬼が全盛期を迎えた平安時代について、私たちは探ってきました。平安時代の鬼は単なる恐怖の象徴ではなく、時には哀れな存在として描かれ、人々の不安や恐怖を具現化した存在でした。この時代において鬼はまさに人々の心の中に潜む恐れや苦しみを象徴していました。では戦国時代に移りましょう。戦国時代の鬼は力の象徴として捉えられてきました。戦場では多くの武将たちが鬼の名を冠し、自らの力を誇示しました。鬼の名を持つということは、敵に対する圧倒的な力の表れであり、死をも恐れぬ勇気を意味していました。つまり、この時代の鬼は、恐怖そのものではなく、むしろ力と勇気の象徴として機能していたのです。戦国武将たちにとって、鬼は恐れるべき存在ではなく、称賛される中佐の体現でした。一方で、江戸時代になると、その鬼の姿は変わり始めます。戦国の乱世が終わり、平和な時代が訪れた江戸時代では、鬼は次第に妖怪や幽霊と同一視されるようになりました。この時代の人々が恐れたのは、戦場での死や武力ではなく、見えない存在、霊的なものや未知の世界に対する恐怖でした。江戸時代の怪談話や絵草子には、多くの鬼が登場し、その恐怖を煽りつつも、同時に人々の心の中の不安を反映した存在として描かれていました。そして現代、科学技術が進化し、理論的な思考が優位に立つ時代でも、鬼という存在は完全に消えることはありませんでした。むしろ現代のメディアやポップカルチャーにおいて、鬼は新たな形で再び脚光を浴びています。現代における鬼は、超自然的な力を持つ存在として描かれ、人々の心の奥底に潜む欲望や恐怖、そして力に対する畏怖を象徴しています。例えば、人気アニメ、鬼滅の刃では、鬼は強力な敵として描かれ、人間と鬼の壮絶な戦いが繰り広げられます。このように、鬼は現代でも、人々の心の中にある不安や恐れを具現化した存在として、再び注目されているのです。このように、鬼という存在は、時代の流れに伴い、その意味や役割を変えながらも、常に人々の心の中に生き続けてきました。鬼を通じて、その時代の人々が何を恐れ、何を敬っていったのかが浮かび上がってくるのです。この動画では、戦国時代から江戸時代、そして現代に至るまでの鬼の変貌と、それが何を意味していたのかについて詳しく見ていきます。鬼が時代ごとにどのように進化し、その存在が人々の心にどんな影響を与えてきたのか、一緒に探っていきましょう。第一章、戦国時代、戦場に生きる鬼たち。さて、ここからは戦国時代における鬼について見ていきましょう。戦国時代は武力が全てを支配する時代。戦場では勇猛果敢な武将たちが名を馳せ、その中には鬼の名を冠する者たちも多くいました。
ではなぜ彼らが鬼と呼ばれたのでしょうか。鬼といえば古代から恐怖の象徴として描かれてきた存在ですが、戦国時代においてはそのイメージが少し変わります。この時代、鬼は恐怖そのものというより、むしろ力や勇気の象徴として捉えられてきました。戦場では死と隣り合わせの状況が続き、武将たちは何よりも強さと無敵さを求めていました。そのため鬼のように強力で死を恐れない存在として見られることが、武将たちにとっては名誉であり、敵に対して恐怖を与えるものであったのです。例えば鬼現場として知られる佐久間盛政、彼は天正11年1583年の賤ヶ岳の戦いでその名を轟かせました。佐久間盛政はもともと織田信長に仕えていた勇猛な武将であり、その後柴田勝家に仕えた武将です。その大胆不敵な戦術から鬼の名を得たとされています。彼の勇猛さは味方にとっては頼もしく、敵にとっては恐怖そのものでした。このように戦国武将が鬼と呼ばれることで、自らの強さや武勇を象徴することができたのです。もう一つ有名な例としては、鬼半蔵の異名を持つ服部正成があります。彼は徳川家康に仕えた忍者で、その卓越した戦術と情報収集能力から鬼と称されました。戦場では影の存在でありながらも、その力を発揮し、敵にとって恐るべき存在でした。彼の鬼の名は、単に武力だけではなく、知略や恐怖を巧みに利用した戦い方を象徴していたのです。このように、戦国時代において、鬼の名を冠することは、単なる恐怖の象徴ではなく、むしろ無敵の強さ、死を恐れない精神、戦略的な力を表すものでした。それは戦場において敵を威圧し、自らの名を轟かせるための一種の称号でもあったのです。戦国時代の鬼たちは、戦場でその姿を現し、人々に恐怖を与える存在でありながらも、同時に尊敬と称賛の対象でもありました。彼らは、ただ強いだけではなく、鬼のような存在であることが一つの誇りとなり、武士道や戦国時代の価値観を体現していったのです。鬼とは、単に人間を超えた力を持つ存在としてではなく、その時代における理想的な強者の姿を象徴するものとしても機能していました。また、戦国時代の社会背景も鬼のイメージに大きく影響を与えています。絶え間ない戦争が繰り返され、人々は常に死と隣り合わせの生活を送っていました。戦に勝つことが生き残る唯一の道であり、そのためには鬼のように強くなることが求められていました。この時代、人々は生き残るために何を恐れ、何を求めたのか。それが鬼の名を持つ武将たちに反映されているのです。もちろん、この時代の鬼が持つ意味は、戦場だけにとどまりませんでした。民間伝承や物語の中でも、鬼は依然として恐怖の象徴であり続けました。村や山を守る存在としての鬼、時には悪霊や災害の元凶として描かれることもありました。しかし、戦国時代において、特に注目すべきは、鬼が人間の勇猛さや力の象徴として新たに加えられた点です。武将たちは鬼の名を背負うことで、その象徴となり、戦場で恐れられる存在となったのです。このように戦国時代における鬼は、戦場での強さや勇気、無敵の存在として意味を持ち、武将たちの生き様を映し出していました。次の章では時代が進み、戦乱の時代が終わった後、江戸時代における鬼の変貌について見ていきます。戦場の鬼がどのように妖怪や幽霊へとその姿を変えていったのか、その変遷を紐解いていきましょう。第2章、江戸時代の鬼の展望と幽霊、妖怪への転換。戦国時代の荒々しい戦場で力や勇猛さを象徴した鬼は、時代が進むにつれその役割を変えていきました。戦国時代の乱世が終わり、平和な江戸時代が訪れると、人々が鬼に抱くイメージも変化し始めます。この章では、江戸時代における鬼がどのように幽霊や妖怪と同一視され、またどのように人々の心に恐怖を植え付けていったのかを探っていきます。江戸時代は徳川幕府の下で平和が保たれた時代として知られています。戦場での血生臭い戦いが少なくなり、武力や武士道の象徴であった鬼は次第に人々の生活から遠ざかっていきました。その代わり、
人々の興味は目に見えない存在、すなわち幽霊や妖怪に向かい始めます。江戸時代の社会は平和であるがゆえに、見えない恐怖や未知なるものに対する不安が増していきました。こうした社会背景の中で、鬼もまた形を変え、幽霊や妖怪として再認識されるようになったのです。江戸時代を通して、鬼は次第に怪談話や浮世絵、舞台などの中で、妖怪の一部として描かれるようになります。この時代には、無月物語や四ツ谷怪談といった怪談が非常に人気を博しました。これらの物語は、鬼は超自然的な存在として人々を恐れさせ、時には復讐や怨念を持つものとして描かれました。例えば、四ツ谷怪談では、幽霊となった主人公が恨みを晴らすために現世に現れる様子が描かれており、鬼が人間の負の感情を無限化した存在として恐れられていました。また、浮世絵にも鬼や妖怪の姿が多く描かれるようになります。江戸時代中期から後期にかけて、妖怪や鬼を題材とした絵画が非常に人気を博しました。その代表的な例として、浮世絵師鳥山石英による妖怪画集ガズ百鬼夜行が挙げられます。この作品では、鬼や妖怪が多様な姿で描かれ、まるで生きているかのように恐怖と興味を引きつけています。こうした絵草紙や浮世絵は庶民にとって娯楽であり、同時に目に見えない世界への恐怖を増大させる役割を果たしてきました。江戸時代の鬼の大きな変化の一つは、その役割が力の象徴から怨念や恐怖の象徴へと変わったことです。戦国時代では鬼は武将たちの勇猛さや戦場での力を表すものでしたが、平和な時代に入ると鬼は人々の心の中に住む恐怖や不安、時に死後の世界や未練を抱いた霊的な存在として描かれるようになりました。この時代の人々は死後の世界や目に見えない力に対する恐怖を強く感じていたため、鬼は幽霊や妖怪の一部として捉えられ、住む恐怖を象徴する存在として人々に浸透していきました。もう一つ興味深い点としては、江戸時代において鬼や妖怪がしばしばユーモラスに描かれることもあったのです。特に庶民の間で流行した地口という言葉遊びや、ユーモラスな戯画では、鬼がコミカルに描かれ、恐ろしさが和らげられる一方で、日常の中に潜む小さな恐怖が体現されていました。江戸時代には、鬼や妖怪が絵として描かれることが増え、庶民にとってその姿が視覚的に身近な存在となりました。これにより、鬼は現実的にイメージできる存在となり、単なる伝説や物語のキャラクターではなく、よりリアルに想像されるようになったのです。一方で、江戸時代には、祟りや呪いといった概念も広く信じられていました。これにより、鬼はしばしば復讐や未練を抱かせる怨霊として扱われることが多くなります。この傾向は平安時代にも見られ、特に貴族社会では、強力な人物が死後に怨霊として現れ、祟りをなすと考えられていました。平安時代においても、怨霊や鬼が社会に恐怖を与え、彼らを鎮めるための儀式や祭祀が行われていました。江戸時代でも同様に、怨霊や祟りを鎮めるために、様々な神社やお寺が設けられ、鬼や妖怪と同一されることもありました。特に有名な神社やお寺に祀られる神々が、かつては鬼や妖怪として恐れられていた存在であったこともあり、神々として崇拝される以前は、人々に災厄をもたらす恐ろしい存在とされていたのです。こうした鬼神信仰は、現世での悪行や不正が死後にどのような影響を与えるかという当時の人々の価値観を反映しており、平安時代から引き継がれた思想でもありました。こうした鬼神信仰は、現世での悪行や不正が死後にどのような影響を与えるかという当時の人々の価値観も反映しています。鬼はただの怪物ではなく、道徳的な教訓や警告の象徴でもあったのです。このように江戸時代の鬼は、戦国時代の力の象徴から幽霊や妖怪としての見えない恐怖へと進化し、変化しました。この変化は、戦乱の時代が終わり、平和な時代に生きる人々が新たに抱くようになった恐れ、つまり目に見えないものや死後の世界に対する不安を反映していたのです。鬼はこの時代を通して、ただの恐怖と象徴としてではなく、時にはコミカルに、時には復讐や怨念の象徴として描かれる多面的な存在へと変わっていきました。次の章では、
近代及び現代における鬼について見ていきましょう。科学技術が進歩し、論理的な思考が広がる中でも、鬼はどのように再解釈され、現代社会においてどのような役割を果たしていたのかを掘り下げていきます。鬼が再び人々の心にどのような影響を与えているのか、その変遷を見ていきましょう。第3章、近代及び現代、科学の進歩と鬼の再解釈。江戸時代を経て、鬼は幽霊や妖怪の一部として描かれるようになり、庶民の中で親しまれる一方で、恐れられる存在でもありました。時代が変わる中で、近代日本における科学技術の進歩と西洋文化の影響は、鬼の再解釈に大きな影響を与えました。近代社会において、鬼は、かつてのように直接的な恐怖の対象として描かれることは減りましたが、その象徴的な意味合いや役割は、依然として人々の心に根付いています。近代における鬼の再解釈。明治時代に入ると、科学技術の発展や西洋思想の流入により、従来の日本文化に対する価値観が大きく変わりました。これまで鬼や妖怪は未知なる力の象徴として畏怖されてきましたが、科学的な思考が普及するにつれて、それらの存在に対する解釈も変化していきました。例えば、江戸時代に信じられていた怪談話や妖怪談は、現代においては迷信とみなされ、現実的な解釈が求められるようになりました。それでも鬼という存在が完全に消えたわけではありません。むしろ近代の鬼は恐怖を引き起こすものというよりは、日本の伝統文化を象徴する存在として再び注目されました。文学や芸術の分野では、鬼が伝統的な日本の精神や価値観を表す象徴として描かれることが増えました。例えば、泉鏡花や芥川龍之介たちの文豪たちは、近代的な視点から鬼を再解釈し、作品の中で人間の内面や社会的な問題を表すものとして取り入れています。鬼は単なる怪物や恐怖の象徴ではなく、人間の欲望や倫理的葛藤を具現化する存在として再評価されるようになったのです。現代における鬼の再解釈、ポップカルチャーとの融合。現代においても、鬼は多くのメディアやポップカルチャーとして取り上げ続けられています。特にアニメや漫画、映画などでの鬼の描かれ方は、昔とは大きく異なるものの、依然として人々の心を引きつける存在です。その一例として挙げられるのが、現代の日本で絶大的な人気を誇るアニメ、鬼滅の刃です。この作品では、鬼がただの敵として描かれるだけではなく、悲しい過去や人間としての弱さを抱えた複雑な存在として描写されています。鬼は人間から鬼へと変貌し、超人的な力を得る代わりに、感情や理性を失ってしまう存在です。この設定は、現代社会における人間の欲望や限界に対する恐れを表しています。また、鬼が力や恐怖の象徴であるとともに、変化や進化の象徴としても捉えられるようになりました。現代の鬼は、超自然的な存在であるだけでなく、社会的、心理的なテーマに結びつけられることが多く、人々の心の中に住む恐怖や不安、さらに自己のアイデンティティの探求といった問題を反映しています。このように現代の鬼は単なる怪物ではなく、より深い人間の本質を探るための存在として再解釈されています。鬼のグローバルな影響と再解釈。さらに現代においては、鬼は日本国内にとどまらず、グローバルな影響を与える存在としても注目されています。世界中で日本のアニメや映画が人気を博している中で、鬼という存在もまた国境を越えて受け入れられています。日本独自の文化に基づいた鬼の物語は、他国の人々にとっても興味深く、神秘的な存在として受け入れられています。例えば、ハリウッド映画や海外のアニメファンの間でも、日本の鬼に対する関心が高まっており、グローバルな視点で鬼の再解釈が進んでいます。日本の伝統的な鬼は、他の文化圏では異なるモンスターや妖怪と結びつけられ、新たな意味を持つこともあります。こうした鬼は、国際的な文脈においても多様な解釈が与えられ、現代社会における普遍的なテーマである恐怖や力、自己の内面と結びつけられていくのです。科学と鬼、合理的思考と非合理的な存在の共存。現代社会では、科学技術が進歩し、合理的な思考が主流となっていますが、
それでも鬼という存在が完全に消えることはありませんでした。むしろ合理的な世界観が進むほど、鬼のような超自然的な存在が人々の想像力を刺激し続けています。科学的には説明のつかない現象や未知の世界に対する恐れは、依然として人間の心の奥底に存在しています。例えば怪奇現象やホラー映画など、現代のエンターテインメントにおいても鬼のような存在が登場し、科学では説明できない恐怖を体現しています。人々は論理的な思考に基づく世界を生きながらも、どこかで非合理的な存在に対する恐怖や興味を失っていないのです。このように近代及び現代における鬼は、科学や合理性の発展により、一度はその恐怖が薄れたものの、今度は新たな文脈で再び注目される存在となりました。鬼は現代においても、人間の心の奥底に潜む恐怖や不安、欲望を反映している象徴的な存在として、依然として強い影響力を持ち続けているのです。最終章、鬼の進化と未来。戦国時代から現代に至るまで、鬼という存在は時代とともにその意味や役割を変化させてきました。戦国時代には、鬼は力や勇猛さの象徴として、武将たちの強さを表すための称号として扱われました。死を恐れず、戦場で恐れられている存在となることが名誉とされた時代に、鬼はまさに理想的な強者の姿を体現していたのです。しかし、江戸時代に入ると、乱戦の収束とともに、鬼の捉え方は再び変わります。鬼は恐怖の象徴でありつつも、浮世絵や戯画、怪談話の中で娯楽としても扱われるようになりました。人々は鬼という存在を一方では恐れながらも、他方ではそれをユーモラスに描き、日常生活に取り入れて楽しむようになっていったのです。こうして鬼はエンタメや文化の一部として根付いていきました。そして現代、科学技術が飛躍的に進化し、論理的な思考が主流になった今、鬼は現実の脅威としての存在は否定され、完全にポップカルチャーの一部として認識されています。アニメや漫画、映画などで描かれる鬼は、ただの恐怖の対象ではなく、複雑な背景を持つキャラクターとして、人間の内面や社会問題を反映させる存在へと進化しました。現代の鬼は、かつてのような力や恐怖だけではなく、人間の不安や葛藤、欲望を象徴するものとして再認識されています。これまで私たちは、古代から現代に至るまでの鬼の変遷を辿ってきました。古代では鬼は神として崇められる存在であり、時に不幸や死をもたらす呪いの象徴でもありました。飛鳥時代には鬼は呪いや災いを具現化して恐れられ、平安時代には朝廷に逆らう者や反抗者が鬼とされ、討伐の対象となりました。武士が台頭する中では、鬼は彼らの権威を高めるための象徴となり、庶民に広がる不安や恐怖を払う存在として機能しました。こうして鬼は時代ごとの社会的な背景や人々の心の中にある恐怖や欲望を反映し続け、常に新たな役割を担ってきました。戦国時代には力の象徴、江戸時代には文化や娯楽の一部、そして現代ではポップカルチャーの中で再認識され、依然として多くの人々に影響を与え続けています。では未来の鬼はどうなっているのでしょうか。科学がますます発展し、合理的な思考がさらに進んでいく中で、鬼という存在は一層架空のものとして扱われるのかもしれません。しかし、鬼がこれまでに何度もその役割を変え、人々の心に根付いてきたことを考えると、今後も鬼は人々の不安や恐れ、欲望を晒し出す存在として、新たな形で現れる可能性があります。私たちが何かしらの恐怖や不安を抱いたとき、それが再び鬼という象徴を通して体現される日が来るかもしれません。鬼という存在は単なる過去の遺物ではなく、人々の心の深層に触れるものとして、これからも進化を続けることでしょう。その時、私たちを再び鬼を通して自分たちの恐怖や希望、そして未来と向き合うのかもしれません。いかがでしたでしょうか。鬼という存在がただの恐ろしい怪物ではなく、時代ごとにその姿や意味を変えながら人々の心や社会の中に深く根ざしてきたことが見えてきたのではないでしょうか。神聖な力を象徴とした古代の鬼、勇猛さの象徴となった戦国の鬼、そして幽霊や妖怪として人々を楽しませ恐れさせた江戸時代の鬼、そして現代私たちが抱える
不安や欲望を映し出す存在とした鬼はなお私たちの心の中で生き続けています。鬼とはただの伝説や怪物ではありません。それは私たち人間が何を恐れ、何を敬い、何に希望を抱くのかを教えてくれる存在なのかもしれませんね。これからも鬼の物語を通じて新たな視点で自分自身や歴史を見つめ直してみてはいかがでしょうか。それでは今日もご視聴いただきありがとうございました。面白かったと思ってくださった方はいいねボタンを押してチャンネル登録もよろしくお願いいたします。